困った時、沈黙できちゃった時はこの質問をすればいいなっていうのをつかむことができて、それを今もなお実践していることがあるんですよね。皆さんこんにちは、沼チャンネルの沼です。このための動画のご視聴ありがとうございます。さあやっていきましょう、アイアンマイコミュニティ。今回は接客編ということで、接客に悩む人にどうしてもお伝えしたいとっておきの接客トーク、今すぐできる、誰でもできる接客トークがあるので、それについて今日はお話ししていきたいと思います。でまず一緒に考えたいことがありまして、皆さんはお客様との接客の中で沈黙に悩んじゃうことって結構ないですか？沈黙ができちゃうシーンありますよね。結構あると思うんですよ。例えば、そちらの商品可愛いですよね。可愛いですよね。なんだよみたいな。お客様もなんだよだし、自分も何やっちゃってんだろうみたいな、そういうこともありますよね。あとはレジのお会計とかもあると思うんですよね。1万円のお預かりでしたので5000円のお返しでございます。少々お待ちくださいませ。大変お待たせいたしましたみたいな感じで、結構間が空いちゃう、沈黙がどうしても耐えられないシーンってあると思うんですよね。でこれもずっと私もかれこれ10年以上アパレル販売やってますけど、ずっと悩んでて、次第にね分かってきたんですよね。あ、困った時、沈黙できちゃった時はこの質問をすればいいなっていうのをつかむことができて、それを今もなお実践していることがあるんですよね。ぜひそういった沈黙に困った時に言ってほしい2つの質問、お客様への2つの質問がございます。まず1つ目は、いつも当店をご利用いただいてるんですか？いつも当店をご利用いただいてるんですか？っていう質問です。これに対してお客様が、うん、そうだよ、よく来てるわよってお答えいただいたら、あ、そうだったんですね、いつもご来店ありがとうございます。毎週新作入荷してますので、ぜひお気軽に見てみてください。っていう会話ができますし、もしも、の初めてだよ、そんなに来たことないわってお答えいただいたら、あ、そうだったんですね、この度はご来店ありがとうございます、当店は品質にこだわった商品特に多く取り揃えておりますので、ぜひ今日ゆっくり見てってくださいとか、キャッチボールが1回2回ってできますよね。すごい話が盛り上がったら2回3回とずっと続いちゃいますので、まさに沈黙ができちゃった合間に使えるご質問だと思います。続いて2つ目が、お客様お住まいはお近くなんですか？お客様お住まいはお近くなんですか？っていうご質問です。これに対してお客様がイエス、そうだよってお答えいただいたら、あ、そうだったんですね、ではこのあたりのことは本当よくご存知ですね、いつもご来店ありがとうございますってお返しができるし、のお客様から違うわよってお答えいただいたら、そうだったんですね、ちなみにお客様どのあたりにお住まいなんですか？え、結構遠いですね、今日はわざわざありがとうございます、ぜひゆっくりしてってください、ちなみに向かいのラーメン屋さんが実はすごい人気なんで、もしこの後ランチとか時間あったらラーメンお好きだったらぜひそちらも行ってみてくださいとか、もう何かしらね、会話のキャッチボールが続くようになるんですよね。これタイミングが結構大事で、ファーストアプローチとかいらっしゃいませのご挨拶の後にやっちゃうとちょっと気持ち悪くなります。いらっしゃいませ。お客様お住まいはお近くなんですか？ちょっと怖いですよね。えー、みたいな。何アンケート調査みたいな。違和感しかないので、接客の出だしには使えないんですけども、接客の合間、例えばセカンドアプローチの後とか、あ、そちらのニット可愛いですよね。アウターの下に着るにはちょうどいい素材ですので、ぜひ試してみてください。ちなみにお客様よく当店はご利用いただいてるんですか？とか、続いてトークがつながるようなとっておきの質問になります。あとはクロージング、お会計も終わって最後お見送りの時とかに、今日ありがとうございます、お客様お住まいお近くなんですか？あ、そうなんですね、ありがとうございます、またお気軽にぜひいらしてくださいとか、セカンドアプローチ以降のシーンで沈黙に困った時に使える質問、いつも当店をご利用いただいてるんですかっていうのと、お住まいお近くなんですか、この2つの質問はすごく使えますので、明日からすぐできると思いますので、やってみてほしいなと思います。やはりね、接客って商品のおすすめばっかりじゃなくて、パーソナルトーク、商品と関係ないお話も盛り込むことで、なんかいい接客だったなって思っていただけることってあると思うんですよね。なんでそういったご質問どうすればいいのかなって考えていくと、すごいアパレル販売楽しくなると思いますので、ぜひ今回のご質問を使っていただいて、皆さんの接客がもっともっと楽しくなるといいなと思っております。この度も最後までご視聴いただきありがとうございます。これからもですね、皆さんが今抱えている接客や人間関係についてのお悩み事を少しでも解決できる動画をアップしていきたいなと思っていますので、引き続き沼チャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。
あとは動画のコメント欄の方にもご質問やご相談事などあればどしどしお待ちしておりますので、どうぞお気軽にコメントもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。沼チャンネルの沼でした。ありがとうございます。